番上の右のやつだけ残高で、あと残高ないと思ったらいっぱい残高が入ってたじゃない、うん、いっぱい。2枚は残高ゼロになって、今日使って3枚目残高ゼロになった。うん、ステンクでよかった、うん、3000ちょいぐらいだったってことでしょ。ねえ、超ロッキー。バナナの栄養、ええよってギャグ。おいしい。このキャラメルのソースがさ、うまいんです。なんか粒が来た気がしたちゃう、キャラメルのソース。あいつは溶けないで漂ってるだけだから。漂ってる。じゃあじゃあ、クリスマス万歳。うん、なんか逆光でさ、ただの真っ黒なんかタイヤみたいになってる。あのカメラの機能でクリームだね、うん、いいね。あるとないと違うんじゃない、うん、ふわふわだね。うん、違ったよね。入った。目が白いねえ、どこ、うん、わざとかな、ね、この南側市地名わかんないけど、の形自体が地形的にって意味、うん、だからハートした。体にこっちの影、うん、だから顔も見えるのね、うん。だから犬がいっぱいいるんです。ないんじゃない。あっ、
全く眠くなってない。大丈夫、うん、インスタで感じてない。あ、すごい。待ってよ。おもちちゃんが2階に登れないのと、2階から飛び降りるという習性がありましたので危険、うん、ロフトにした。ロフト、うん、おしゃれ。まずここから今まではね、こうちょっと急だったんですよね。ちょっと緩やかな階段にピュン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 して、これはどう登るかわからんけど、一応ここも階段カチャ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 っていって、ここでバナナこっちで食べてもらってもいいけど、これはもしかしたらなくてもいいかもしれないけどさ、あとがいいと思って、残れそうな気しない。登れなかった時のようにチョコで作る、念のため作るだけ作ったけど、すごいね、うん、できたらさ、ここにご飯を置いてさ、うん、ここにお家を置きたい。どんぐり、うん、この辺で寝そうな気もするけど、うん、ディテール、こっちが見た目綺麗なんだよ。あ、こっちが重くない？こっちが重い。そうなの。じゃんじゃらららん。たかみ。ビビリのお餅のためにロフト式の2階建てを作成しました。もうこれで2階が怖くない。木材はすべて100均。ネジは今までの買った家具の余り物のネジ。ネジは。Thank you.
Pas de soleil, pas de soleil.